株式会社グリーンパトロール造園職人募集動画です。社長、洋風のお宅が見えてきましたが、これはどこの工事をするんでしょうか？はい、左側にあの和風な植木はたくさんあるお庭があるんですけれども、これをご主人のご依頼で、やや洋風和洋折衷のお庭に今作り変えてるんですね。でこういうあの玉石の石の据え付けとか、今まで、まあ、最近あまりない工事なんですけれども、こういう工事のできる造園職人さんが、必要なんです。玉石を使って洋風にお庭を改造するんですか？そうですね、そういうあのテクニックの持ってる造園職人さんが欲しいんですけれども、鎌倉寿司、葉山、横須賀地区にも物件が他にたくさんあるので、庭作りが得意な造園職人さんを募集しているんです。植木の剪定からブロック積みや土間コンクリート打ちの外構工事までできる腕に自信のある職人さんの応募をお待ちしております。施工キャリアが10年以上で何でもできる職人さん、腕に自信はあるけれど営業が不得意な職人さん、独立したてでもっと仕事を取りたい職人さん、仕事が多くてやりきれないので助けてください。腕に自信のある方お待ちしております。詳しくはホームページをクリックしてください。グリーンパトロール社長、刈谷でした。